伊達騒動。伊達騒動は、江戸時代前期に、伊達市の仙台藩で起こったお家騒動である。黒田騒動、加賀騒動、または、戦国騒動と共に三大お家騒動と呼ばれる。騒動は三期に分類され、それぞれが関連性を持っている。仙台藩三大藩主の伊達綱宗は、遊興法当山前であったため、お辞にあたる一の関藩主の伊達宗勝がこれを、 還元したが聞き入れられなかった。このため、宗勝は、親族大名であった岡山藩主、池田三政柳川藩主、立花忠主宮津藩主、京国高国と相談の上、老中、坂井忠清に綱宗と仙台藩家老に注意するよう、提訴した。しかし、綱宗の宝刀はやまず、ついに1660年、万治3年7月9日に家臣と、 親族大名、池田三翼、立花忠し京国高国の連名で幕府に綱宗の隠居と、着手の亀地よ、後の伊達綱村の家督相続を願い出た。7月18日に、幕府より綱宗は二は21歳で、強制隠居させられ、四大半主にわずか2歳の伊達、綱村が就任した。なお、伊達騒動を題材にした特本や芝居に見られる、 吉原三浦屋の高尾太夫の見受け話や、鶴し切り事件などは、俗説とされる。また、津波の隠居の背景には、津波と当時の五歳天皇が、重慶帝同士、母親同士が姉妹であったために、仙台藩と朝廷が結びつくことを恐れた幕府が、津波と仙台藩家臣、伊達一族を圧迫して、強引に隠居させたとする説もある。一般に、 伊達騒動と呼ばれるのは、この漢文事件を指す。津村が、藩主になると、はじめは王子にあたる宗勝や、最高の相談役である、立花忠重が信任する、武行、他藩の過労相当、奥山松達が、その失脚後に、宗勝自身が実権を掌握し、権勢を振るった。宗勝は観察権を持つ、目付けの権力を強化して長愛し、 武行を上回る権力を与えて、自身の集権化を行った。武行の原田宗介もこれに加担して、その中で還元した、里見主家勝の後式を認可せずに故意に、無粒前に追い込んだり、赤字問題に橋を発したい当家一族処罰事件が、起こる。かつて奥山を失脚に追い込んだ一門の伊達宗主家、枠屋伊達屋と宗勝の追いにあたる伊達宗林、留伊達屋の所領紛争。 家ち騒動が起こり、一旦宗茂は、最低案を飲んだものの、宗勝の長身の今、村を筆頭とする見聞役人による軍、堺見聞で問題が生じたことにより、伊達宗勝派の戦王を幕府に上訴することになった。漢文11年、1671年1月25日、柴田町医は騒動の審問のために、伊達胸重より早く、江戸幕府より、 江戸出布の命を受け、仙台より江戸に立つ。また浅井は、田村宗長に、自身の老齢を理由に、古内義女の江戸出布を要望する。同年三月七日に、伊達宗重、柴田と原田が、老中、板倉重の邸に呼ばれ、土屋数直列座の下で一度目の審議が行われ、最初に浅井が審この診問で、受けの後に解明して、 津村への処分がないことが確定した旨の書状を、浅井は隠居の津宗村の不我老や田村家我老に送っている。なお、原田と柴田の証言の食い違いにより、古内も呼ばれることとなった。同年3月27日に当初予定の板倉邸から退老、坂井忠邸に場所を変更し、坂井忠をはじめ老中全員と、 幕府をめつけも列座する中で二度目の審問が行われるが、その審問中の控え室にて、原田はその場で宗重を斬殺し、老中のいる部屋に向かって突入した。驚いた柴田は原田と切り合いになり、互いに負傷した。引役の八谷か弘も柴田に加勢したが、混乱した坂池家,家臣に三人とも切られて、原田は即死、柴田もその日のうちに、八谷は翌日死亡した。 関係者が死亡した事件の事後処理では、正式に、藩主綱村は、幼少のため、お構いなしとされ、大老宅で、人情沙汰を起こした原田家は、もとより、裁判の争点となった胸勝派及び、藩主の代行としての責任を持つ、両公献人が処罰され、特に年長の公献人としての責務を問われた、胸勝の一の関藩は会役となった。 人情事件の天末の記録として、当事者のものとしては、古内義女の書状や坂池家,家臣の記録があり、伝文としては、伊達宗重家家臣の川口が、事件直後に、古内に聞いた話や、末期の柴田からその家臣や範囲がいた話、同じく虫の息の蜂屋からその息子や娘婿が聞いた話などがあり、公式記録としては、徳川美希や漢文年録、 仙台藩の地下記録などがあるほか、後世の実力物を加えるとその量は多い。また歌舞伎、キャラ仙台萩、伊達慶應国議場や、山本周五郎の小説、もみの木は残ったなどの題材となった。派閥は以下の通り、役職は仙台市より抜粋。漢文事件が落着した後、藩主としての権力を強めようとした津村は、次第に自身の側近を、 藩の住職に据えるようになった。これに不快感を示した、伊達はじめ門と旧神は津波村に還元書を提出したが、聞き入れられなかった。このため1697年、元禄十年、一門七名と、武行五名の、計十二名の連名で、幕府に津波村の隠居願いを提出しようと試みた。これに対し、伊達家地家族の高田藩主、稲葉忠志王は、隠居願いを差し止めた。 その後も再三にわたり、一門、家臣の綱村に対する還元書の提出が続いた。1703年、元六16年、この内紛が五大将軍、徳川綱吉の耳に達し,し、仙台藩の海域が危惧されるようになった。このため、老中、1701年、元六14年就任の稲葉忠潮は綱村に状況を説明し、隠居を勧告した。 これに促され、津波村は幕府に対して隠居願いを提出し、津波村には実施がなかったため重定の伊達吉村が五大藩主となった。伊達騒動は津波村の隠居でようやく終止符が打たれることになった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。